どうも、タクです。いつもご視聴ありがとうございます。夏の高校野球が始まりましたね。今年は天気が不安定な日も多いので、熱中症とか体調管理気をつけて試合を楽しんでください。僕はスキルコーチとしていろんな選手の練習に携わってトレーニングをしております。レッスンとか日頃の練習の中でどうやったらその選手が上手くなるか、いろんなアプローチの仕方を考えながらコーチングさせていただいてますが、スキルっていうのはあくまで練習の中で磨いていくものです。ゲームの中では瞬発的に発揮されるもの、そこに関しては思考とか考えとか意識とかを置く必要はありません。無意識の中でプレーを起こして、その中で発揮されるプレー、そこでの技術そのものが選手、あなた自身のスキルになります。普段厳しい練習に耐えてきた選手は、試合の時にはできるだけそういうスキルとか自分の動作からはできるだけ意識を離して、ゲームのシチュエーションとか次のプレーの予測、そっちの方に一生懸命頭を使ってプレーを無意識の中でどん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 積極的に行っていってほしいですね。そのために厳しい練習をずっと耐えてきたと思うので、あとはもう目の前で起こるプレーを楽しんでほしいなと思います。という感じで、去年も夏大前に激励動画という形でこんな感じでお話しさせていただきました。特に去年はコロナ禍ということで、大会も選手権大会自体が行われなくて、また今年とは違う状況だったと思います。今年はまた改めてね、例年通りの大会が行われる、全国大会甲子園にもつながっていくということなので、また改めてみんな野球やれることを楽しんでほしいなと思います。で、まあちょっと特にお話しすることもなかったので、まあ、たまには自分語りでもしようかなと思うんですけども、興味なかったらすみません。僕の高校野球は、まあ、僕は福島県の、江南高校というところ、まあ、公立高校なんですけど、地元の高校で野球をやりまして、3年生の時には決勝で聖光学院に敗れて銀メダルというような形でした。その時の聖光学院のエースはプロにも行った西内投手が2年生で、僕らは見事に完膚なきまでに抑えられて負けてしまったんですけれども、聖光学院の前に江南の先発柏村が立ちはだかります。1回1番村島、2番根本が連続三振に倒れます。圧巻だったのは4回、まずは江南3番の相田、続いて4番菊池拓人。夏の大会自体の思い出は、まあ、勝ち残っていくにつれてどんどん周りは引退していって、その中で野球をずっと続けていられることに対する喜びとか優越感とか、まだ俺たちは野球を続けられるんだっていうような喜びで、ずっとこの夏休みの間ですよね、過ごすことができたっていう、あれがすごくなんか自分の中では気持ちよかった思い出があります。大会が始まる前までは甲子園に行こうとか絶対勝ちたいとかいう気持ちが強かったんだけれども、いざ大会が始まると、ここで負けたら終わりなんだなっていう気持ちが強くて、終わりたくない、このままずっと高校野球を続けたいっていう気持ちで毎試合毎試合臨ん で、結果的にまあ勝ってたんで、福島県の中では2番目に、県大会の中では一番最後までやれたっていう意味で、それがすごく嬉しかったですね。そういう意味でも、そういうふうに思えたっていう意味でも、高校野球すごく充実した日々が過ごせたんだなって自分ではね、その時に改めて知りましたね。やっぱり負けたくないとか、勝ちとか負けとかに対する意識が強すぎると、その場その場でどうにかしようと思ってしまう。先取点取られたら焦るし、なんか1打席目で結果出なかったら焦るしっていう形で、ワンプレーワンプレーに一喜一憂していると、やっぱりトータルでいいパフォーマンスができないですよね。こんな話は去年の動画でもしたような気がするんですけど、やっぱりね、気持ちをぶらさないこと。ゲーム全体でいったら9イニング、特に僕がキャッチャーをやっていたので、9イニングの中で何点以内に抑えたら勝てるだろうなっていう、そういう見通しを立てながらずっとゲームプランをしていく。序盤で点数を取られても、それを裏付けにして後半でどうやったらそのバッターを抑えていくかっていうのが見通し立てれば、それは絶対に序盤の進め方としてはプラスなので、そういう形で序盤でゲームを作っていって、しっかり9イニングで勝つと。自分の打席とかでも、多分練習試合とかで結果を残し続けてこれた選手っていうのは、1試合の中で3打席4打席あると、その中で1本2本しっかりヒットを打とうっていうような形で打席に臨めていると思うんですよね。大事な場面でヒット打てればいいなっていうぐらいの余裕があると、1打席1打席相手が投げてきたボールのこととか、自分のその対応の良かったところ悪かったところ、反応の良さ悪さとかっていうのをちゃんと思い出して反省できる余裕があると、そういうことができるので、2打席3打席4打席目後半に向けてどん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 修正していけると思うんですよ。ぜひこういう大事な試合でも、ワンプレーワンプレー冷静に見極めて、1試合通していいパフォーマンスができるように励んでほしいと思います。タイ is good、 同点 OK、
早く先行したい気持ちは分かるけど、同点ということは相手も同じ状況なので、相手よりも精神的に優位を保てるかどうか、同点の間は負けてない、余裕を持ってゲームを進める。特に自分たちが先行していて追いつかれた時とかっていうのは一番焦るタイミングなんだけれども、同点まではまだ負けてない。同点で相手の攻撃を止めれれば、ただ試合が振り出しに戻っただけなので、またそこから一からゲームを始めるつもりでいればいい。それぐらい同点というのは余裕を持って取り組んでいくことが大切。トータルプロモーション、どういう展開で試合が進んでいって最終的なスコアがどういう風になったら勝ちやすいか、これをできるだけいろんなビジョンを持ちながら見通しを立てておくこと。最低でも2パターン、うまくいった試合展開とうまくいかなかった時の試合展開、まあ、最善のシチュエーションと最悪のシチュエーションの中でどうなって進んでいったら勝てるか、そこから大きく逸脱しない限りは序盤であろうとも焦る必要はない。ゆっくり自分が予測した試合展開をなぞるように目の前のプレーにできるだけ集中する。途中でもし予測した試合展開が崩れた時には思い切って手を打つことも大切ですね。博打だね、ビッグプレーを仕掛けるっていう場面ももしかしたら必要かもしれないです。デビルズラストイニング、最終回っていうのは勝ち負けを目前にして一番精神が崩れやすいシチュエーションですね、まあ、予測しないいろんなことが起きますっていうことを予測しておくことが大切です。僕が現役の時にキャッチャーで試合をやっていた時は、最終回は3本ヒットを打たれて0点で返ってくる、これを最初から念頭に置きながらプレーしていました。3本ヒットを打たれてもいい、その代わりヒットの打たれ方を注意することと、それに付随していろんなミスをこちらから起こさないこと、勝負に焦って無駄なフォアボールを出したり、ランナーが溜まるのを恐れて雑なプレーをしてエラーとかフィールドラッシュチョイスを起こしたりしないように。最終回の理想は3本単打を打たれて、満塁になって無失点で帰ってくる、それぐらいの覚悟を最終回を守るときには最初から持っておいて守ると。もちろんそこに点差があれば、その点差分その3本のヒットが点数につながっても大丈夫だよねっていうぐらいの感覚で余裕が少しずつ持てると。これが意外と意識してると当たることがあるので、ぜひ最終回は3本ヒットを打たれて0点に抑えていく、この心構えを忘れないでプレーしてください。はい、まあ今日はこんな感じで一方的に夏の大会、最後の大会に向けた心構えと、僕の激励を皆さんにお届けさせていただきました。最初にも言いましたが、十分体調管理には気をつけて、ぜひ万全な状態で野球を楽しんでこの夏も過ごしてほしいと思います。皆さんのご活躍を祈願しております。ご視聴ありがとうございました。